松本技官、八の字巻きって言ってましたけど、それってどう見てもゼロ巻きじゃないですか。じゃあ八の字巻きしましょうか。こういう風に、本当の八分の字巻きっていうのはこういう風に巻いていきます。ああ、八が出来上がってます。はいはいはい、こういう風に巻きます。今はワイヤレスマイクとかでケーブルがなくなってますけど、昔はこういう風にマイクを持ってステージに出ていきました。絡んでない。これが八の字巻きの由来なんですね。そうなんです。ほい、これをこうすると手巻きの八の字と一緒になるでしょ。松本技官、おい、四つ葉のクローバー巻きできました。マジ絡まないでしょ。本当だ、絡まないな。でも手間かかるな、こりゃ。え、でも料理もケーブル巻きも手間が大事ですよ。料理もケーブルも手間が大事なんですよ